はい。こんにちは。柴崎です。お元気だったさあ、よかったね。柴崎もね、暑いんだけど、ご飯いっぱい食べて、元気でやってますえ。今日はね、夏休みのお子さんに、えー、子供追いかけ特集、えー、送りたいと思います。はい。<laughs> 今回使うテーマはね、透明水彩の具です。何を書くかっていうとね、 さっき柴崎畑で取ってきたんですよ。これ。大きい。これ。ね。うん。こんな夏野菜をね、描いてみようと思います。さあ、面白いからね。もう小さいお子さんからね。もう大きいお兄さん。そしてお父さんお母さんまで。一緒に描いてみよう。夏野菜だからね。 角度元気出るよ。はい。ではまたね、書き終わったら、お会いしましょうね。はい、ナスだよ。ほら、ねえ、ツヤツヤしてるね。こっちのナスも大きいでしょう、これ。はい、取ってきたよ。ほら、うりだ。ねえ。そして、こんな野菜ね、こんな風に置こうかな。うん。 はい。じゃあ書いてみようね。えー、っと、まずこの辺に書こうかな。こんな感じ。まず大きい形からちょっと配置していくね。こんな感じかな。うん。よしよし。ほら、いつもの柴崎のぐちゃぐちゃ書きだよ。ね。今日たくさん要素があるからね。難しかったら、 この中の一つか二つね、あなたも書いてみてくださいね。はい。ではまずオレンジから塗ります。イエローディープだよ。こんな風に。ねえ。もう順色で書きましょう。はい。じゃあ、そこにね、バーミリオンを顔面の上で混ぜちゃう。ほら。こんな雰囲気。はみ出してもいいからね。そしてこれ、こう、カゴの部分だよ。 同じ色に塗っちゃいますえー、っとどうかなうんちょっとずつかね暗い色も加えてねそしたらねこんな日陰の色もこれね紫だからねうん後ろも描いちゃおうかな今日もね20号の丸筆1本で描いてるよだから大きい ちね、もう少しの塗り残しなんか気にしないでどんどん描いていこうこれね畑から取ってきた青ジストの葉っぱですうんどうだろうねえよいしょっとまああんまり色難しく考えてないんでねもう赤かなと思ったらポンと赤を塗ってみよう このね、色をこう感じ取るっていうのは面白いし大切なんだよね。ほら、ここに緑混ぜてるよ。ほら、しその葉っぱです。ね。参考にしてもらえると嬉しいな。はい。じゃ今度、ウリだよ。まず、イエロー、レモン塗ってから、グリーンで。ね。こっち、日陰もちょっと塗って。 こんな感じかな。大きく大きく書くね。はい。じゃあ今度はカゴの取っ手を書くぞ。ちゃっ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 とね。<laughs> 面白いね。うん。えー、っと、ここナスね。まず黄色に塗ってから。グリーン塗って。 ナスもよく観察すると色がとっても美しいんだよね。こっちにもまたウリだね。はい。ウリが2本です。あなたは野菜好き柴崎大好きだよ。お漬物にしたりね。煮つけて食べたりね。もう本当に楽しめるね。じゃあナスです。よいしょ。 こんな感じだねほらナスが3本あるよ。見えるシュシュシュ,シュともうタッチで書いちゃうね。ここに小さいししとうがあるよ <laughs>、うん。そして手前にね、ここにピーマンとかししとうが転がってるんですよね。 床もちょっと塗っとこうかな。こんな感じ。たっぷりの水と絵の具だね。ほら、少しずつできてきたぞ。じゃあ、この筆先で、カゴのこの網目を描こうね。ちょちょちょっとね。ほら、カゴになったぞ。で、これ手前にお野菜だね。その色をカゴにも加えてと。うん。 こういうちっちゃな野菜もこうよく見ると面白いんだよね。緑の色ばっかりじゃないし、赤の色が入ってたりね、紫の色が見えたりするんだもんね。うん。それをこう、水の効果で混ぜちゃおうね。よいしょと。さこのナスをうんと暗くしてね、このピーマンの形とかオレンジの形を見せるよ。ほら、見えてきた。ねえ。 そう。絵はね、明るいくらい、明るいくらいだね。シュッシュッシュッとね、これ辺のピーマンも描いちゃおうかな。よいしょと。ほら、このピーマンね、こっち向いてるよ。ね、だんだん形にしていこう。はい。じゃあ、もう一本のおナスですね。どうかな こうやって暗くして、はい。じゃあちょっとね、カゴの日陰も描いたりして、立体感ですね。ほら、見えてきたぞ。ね。じゃあまた手前の野菜だよ。そしてもうこの、このね、えミニトマトね。これアクセントになってるから。うーん。今日はいろいろあって楽しいな。 はい、じゃあ今度は後ろにある青じそだぞもう下地塗ってあるからねその上から重ねて描きますうんどうだろうもう細部は、ね、細かいところはちょっとこう雰囲気作るだけだねこうあんまり細かい説明もやっぱり全体の感じが大事だよね だからそういう意味ではこう、引っかきなんかもとてもいい表現なんですね。はい。カリカリカリと。こうです。どうだ見えてきたかなうん。じゃ今度はね、ねこ日陰を描くよ。ほら。日陰描くと急にほら、そこに置いてあるって感じになるしね。こう、バラバラに置いてあるものが、 みんなお互いね関連づけ合ってまとまってくるんだよねだから日陰ってのはとっても大事だよねうんもちろん日陰をちゃんと描けば光音が見えてくるしね立体感も見えるしさあそんな日陰のこともちょっと頭に入れながらねこう描き込んでいきますほら今度はこれ黄色いミニトマトだよこれでもおいしいんだよね あできてきたぞよいしょっとねうんこんな感じかなはいで今度はここ濡らすよお水だけ塗ってからこういうねスッとねあにじみの効果で日陰かいたよどう床に置いてあるって感じがするでしょうトマトちゃんトマトちゃんちょっと待ってね もう終わりますからねはいはいちょっとお待ちくださいさあできてきたよどうだろうちょっと全体まとめてはい出来上がりですはいトマトちゃんお待ちどうさまねよく待っててくれたねありがとうありがとううんじゃあね皆さんにお顔見てもらおうかはいトマトですよろしくねねはいトマトちゃんありがとう はい。えー、書き上がりました。ねえ。これ映ってる、映ってるかなどうだった面白かったでしょほんと夏野菜ってね、もう野菜そのものが元気いっぱいだよね。もうツヤツヤしていて、色もね、しっかりしてるし、食べても美味しいし、絵に描いても楽しい。いいね。うん。で、形は結構、まあ、 優しい形だよね。丸とかそういうもんだもんね。はい。さあ、ということでね、えー、夏休み、子供お絵描き特集をね、楽しんでもらえたら、柴崎もとっても嬉しいです。はい。また次回、えー、違う作品、違うテーマでね、あなたとお会いしたいと思います。それまでお元気でね。はい。どうもありがとう。それではまたね。